リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。今日はですね、エゾサンショウウオのお話でございます。この子はね、まあ、ワイルド個体、野生で捕獲してきた個体なんですけれども、うちのクロくんでございます。で、最近ですね、ちょっと痩せ細ってるのもあって、給餌の回数を増やしたりとかもしてるんですけど、いつも、沖縄シリケンイモリたちと一緒のケージでこういう感じでね、赤虫1個四角いやつ入れて、で今回はごめんなさい、ちょっと私は過剰に入れすぎたんですけれども、キャットという人工飼料を一緒に入れて、落ちてるやつをね食べるときにキャットも食べてくれたりするので食べてもらおうと思ってっていう感じで入れたんですけど、今日のこの動画の状況ではかなり入れすぎましたね。でなんですけども、シリケンイモリのカルとロウが食べてるのはよく見るし、あいつらはお腹がプクッとしてプリプリという状態、ああちゃんと飯食ってるねっていうのが分かる状態だったんですけど、クロがねどうしてもね細く見えがちなんですよね、私の目では。まあ分かる人も多分細く見えるとは思うんですよね。で今はやらないんですけど、両手使いながらやらないとできないし、ちょっと痛々しい雰囲気になるのでちょっと動画では残さないんですけども、ちょっと今人工的に人工給餌という形で無理やりちょっと食べてもらうようにしました。あんまりこの子たちって手で触るとね、私たちの手の体温の方がこの子たちの体温より高いので、やけどじゃないですけど低温や、この人子たちで言うと多分低温やけどみたいな状態になりかねないんですね。しかも粘膜とかもあるので、粘膜に異常をきたす可能性っていうのもあるんですよね。なのであんまりその動画では映さないようにしてるんですが、今強制給餌させていて、口にキャットを2つ突っ込んだっていう状態ですね。強制給餌のやり方で言うと、ここの中に山椒を入れて、ちょっと苦しいかもしれないんですけど、あ、出した、吐き出した、あ、食べた。あ、食べた食べた。食べたよね。食べたかけら落ちてないから。ごっくんしたね。あ、よかった。食べたところちょっと映れてないけど。ちょっとその下のところだけ、今警戒するよね。私が強制的に食べさせようとしたからね。あ、破片ないね。破片じゃないでしょ。これ赤虫でしょ。あ、よかったよかった。食べた食べた。赤虫だけでも食べな、ほら食べないな今な。でこういう感じで持って、でもう片方の手でピンセットで口元をねこうなぞるんですよ。口の周りをこうくるくるくるっとすると、嫌がって一瞬口を開けるんですね、この状態でやってると。でその口を開けた瞬間に見る人は多分嫌がると思うんですけど、口の中に親指を入れて開いたままにするんです、口が。で口が開いたままになるので、ああいいものがある。このフィギュアでいこう。全然山椒じゃないけどいいフィギュアがあった。はいはい、これシーラカンスのフィギュアなんですけど、口開くんですよ。でこう持って、でこの口元をピンセットでこうやると口がちょっと開くんですね。なので開いたらこうやって開いたら、その口のところに指を突っ込みます。開いたままにするんですね。でこの状態でもう片方の手でピンセットでそのキャットっていう餌をね2粒取って、で口開けたままもう片方の指だっていうか手で口の中にまず入れて、でそのまま1回クッと締めてあげます。でこの状態にして数秒ですね、放置します。で数秒放置すると自然と自分で口を閉じてくれるんですね。これ自然と口閉じてくれないでそのまんましておくと口開き直してペッて出しちゃうんで、まだ飲み込んでないんで、なので噛みつくまで待ってもらいます。で噛みついたのを見てからその状態で水の中に戻す。でさっきの状態、口からちょっとさっきはみ出てましたよね。ではみ出てる状態になって、あとは自分からその喉にあるものを飲み込むのを待っていただくっていうところですね。でそれを何度かやると、その味自体もね覚えてくれるので、これは食えるもんだとは覚えてくれるはずなんですよ。
私が昔買ってた赤原イモリはそれで、人工飼料を食べれるようになったんですね。ただその子に関してはそんな無理くり持って口開いてパコッてやったんじゃなくって、ちょっとこう触ってる時に口元ふーってやったら開けてくれるタイプの子で、試しにそこにこう、あの時はね、なんだとかね、レプトミンなんちゃら、亀の餌ですね、亀の餌をクッと入れたら亀の餌食べるようになって、そこから赤虫じゃなくて亀の餌で覚えてくれて、亀の餌を近くに持ってくると自分から食べに来てくれる子だったんですけど、あの赤ハレイモリはね、お店で売ってる子だったから、多分そもそも人に慣れている CB 個体だと思うんですね。CB っていうのが繁殖された個体ですね。ごめんなさい、分かりにくい専門用語が出てしまうとね、何言ってんだこいつってなりそうなんで、ちゃんと繁殖された多分赤ハレイモリだったと思うんですよ。で、この子はワイルドと呼ばれる、まあ簡単に言うと野生下から取られてきた個体なので、ちょっと人間慣れっていうのはそもそもしてないんですよね。で、最初は警戒心強くて、私に対しても。水の取り替えをするときとかも、本当に、逃げ回ってたんですよね。で、私がこう、すくい上げようとしても嫌がるっていうタイプだったんですけど、今はもうすくい上げることに関しては全然余裕でもね、こうやって。今ちょっとポロって落ちちゃいましたけど、ぬるぬるしてるんでね。あ、でもちょっと警戒してるね。さっき無理くり上げたから。あ、でも食べたね。食べた。よかった。よいしょ。っていう感じでね、ワイルドの子って慣れにくいんです。あ、ちゃんとここ。ここですね、ここの部分ちょっとふっくらしてますよね。わかりますか、さっきの映像とちょっと見比べてほしいんですけど、ここがちょっとふっくらしてるんで、ちゃんと食べてこの辺にいますね。胃がだいたいこの辺なので、おそらくそのまま消化されてうんちにって感じでしょ。で、今無理くりご飯を食べさせられたから息が整わないんですよ。まあ、ちょっと喉が詰まるような状態ってことですね、にしてしまったのであれですけども、食べた。まあ、そういう感じでね、この子たち、他の子たちは全然余裕なんだけど、この子だけちょっと食べそうになかったので、ちょっと無理やりではありますけども、人工給餌という形で食べないよりは食べていただく方がいいのでっていうところですね。別に病気になってるとかそういうことじゃなくて、多分餌としての認識がないのと、赤虫に対しては飽きたのと、でわらじもなんか食べなくなっちゃって、これは日々観察しながら進めていこうかなと思います。私もサンショウちゃん毎日見ながらね、ちょっと餌の状況を観察していくっていう感じで進めていきたいと思います。でも食べたね、さっき口の端っこにあったやつもこの辺に落ちてないもんね。これ違うよね。これはもともと1個のやつが割れてるだけだもんね。で、これは最初の破片だから、これは問題なくて、ちゃんと食ってるね。よかった。安心。そう、ワイルドの子はね、結構、ワイルドってか野生下で取ってきた子はね、そういう風になりやすいので、ちょっと無理やり、ちょっとまずは、この子がね、体力の低下をしない程度にですね、私の方で無理やり口に入れて、ご飯食べていただこうかなと思います。ちょっとやっていかないと、とうとうやばいかもって今ちょっと思ったので、これに関しては。っていうご報告だったのと、例えば山椒を飼われてる方で餌をなかなか食べないっていう方は、もしできそうだったら試してみてください。自分では難しいなってなったらペットショップの方だとか、あとは詳しいところだと動物園の、飼育担当されてる方もそういうの詳しいので、動物園だとか、あとは普通に獣医師さんとかですね。まあ、ただイモリとかサンショウウオまで分かってる獣医師さんっていうのはあんまりいないと思うので、ちょっとそこは何とも言えないんですよ。犬猫が専門で哺乳類ちょこっとだけ見れるよっていうタイプの人の方が多いんで、エキゾチックと爬虫類は見れませんみたいな獣医師さんは全然多いので、そこはちょっと相談しながらにはなるんですけれども、ちょっとそんな感じで餌食べないなって思った時にはやってみるといいんじゃないでしょうか。うちの子は今人工給餌で無理やり口に入れたら食べてくれたので、ちょっと本当にそのね、やってる映像っていうのを撮れたら撮った方がいいのかもしれないんですけど、今日
今日はちょっとあまりにも痛々しいなと思ったので、その動画は抑えめてません。ご理解いただけますと幸いで、さっき言った通りこうやって口元をピンセットやって、口開けたら指入れてっていうやり方です。はい、ちょっとフィギュアの方であの ご案内にはなりましたけれども、そんなお話でございます。はい、ね、うちの家族になりますので、この三少女もね、ちゃんとご飯食べていただいて元気にブクブク育っていってほしいなというところでございました。はい、ということで、また何かございましたらこのような形で動画撮っていこうかなと思います。よろしければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、ツイッターのフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。